速報です。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は大会関係者16人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表しました組織委員会によりますと感染が確認された大会関係者16人は全員選手村に滞在しておらずこのうち海外から来た人は4人でした日本に住むボランティア1人の感染も確認されています はは選手の感染は確認されていません。これまでに感染が確認された人数は2人の訂正があり組織委員会が発表した大会関係者らの感染は合わせて174人となりました。